温暖湿潤気候の分布図。CF 区は温暖湿潤気候とは、欠片の気候区分における気候区の一つで温帯に属する温帯湿潤気候と呼ぶこともある。記号は CF で C は温帯、F は湿潤、A は夏の気温が高いことを示す。中緯度の大陸東岸で見られる温暖湿潤気候に属する観測地点が存在するのは以下の市町村である。また、 以下の都市も温暖湿潤気候に分類されるが、年角差が小さく四季の変化は、上記の都市ほど明瞭ではない。欠片の気候区分にはないが、亜熱帯気候とすることがある。モンスーンの影響により、四季の変化が大きい。特にアジアで顕著である。夏は低緯度地帯の海洋側から高緯度地帯の大陸側に向かって、暖かく湿ったモンスーンが吹くため通過する地域である。 大陸東岸は暑く湿った気候となる。冬は夏とは逆に大陸側から海洋側に向かって冷たく乾いたモンスーンがその地域を吹き抜けるため冷たく乾燥した気候となる。日本の日本海側地域が冬に湿潤となるのは日本が大陸東岸の沖合に位置することによる。大陸からの乾燥した季節風が日本海を通過することで 多量の水蒸気を含むためで、典型的な温暖湿潤気候とは、やや異なった傾向になることとなる。また、夏引く秋に、しばしば台風など、熱帯低気圧の影響を受けることも夏の、降水量が多い原因の一つである。樹木が生育するには十分な降水量、気温条件があるにもかかわらず、パンパのような草原が広がる地域があることについては、 極度の平坦地で形成された、内排水性の土壌条件に起因するとする説と、人為に起因するとする説がある。プスタについては、もともとは広大な森林地帯が広がっていたが、ハンガリーがオスマン帝国に領有されていた時代に、木々が伐採され、草原地帯と化した。農業を行う上で好都合な気候であり、土壌も肥沃であるため、農業が盛んな地域である。 年平均降水量は1000ミリメートルを超えることが多いため稲の生育に適する。このことからアジアではこの気候を利用して集約的米作が行われる。アジア以外では混合農業や放牧が多い。また多くの地域で小麦の栽培も行われている。ある程度の降水量と適度な気温のおかげで栽培可能な農作物の種類は他の気候区と比べても多い。 また、日本犬はこの気候に強く、古くから良犬として使われた。ありがとうございます。